そうですね、泣きもそうだし、やっぱりここは弾けないなっていうのも分かってるんで、はい、素晴らしい推しでしたね。はい、さあ本田が早仕掛けに出てきます。中央本です。第1試合折り返しまして難波に入りました。第1局ドラはリャンソー、親番はパイレーツ中林です。完全にパイレーツ包囲網が引かれてます。いやまあ、形もいいので、まあ、泣く一手だと思うんですが、はい、こんなにいいのはね、ちょっと中林さんにとっては最悪な状況ですね。来年雨まずりを見て、もう天敗なりゃうピン待ち、連チャンさせてもらえなさそうだ。あの意外にみんな使えますね。そうですね、はい、山には今5枚ですね、まあ、ウーピングも全部残ってるし、はい、ただ他の人に行った場合に簡単に出るパイではなさそうな状況です。しかし本田がいち早くテンパイを組んでいます。1位のライデン並びに3位のアベマズ、残り4試合、5位のパイレーツを抑え込んでおけばファイナル進出は相当確実と言っていいでしょう。そこは最終日試合がないライデンもそうだと思ってよろしいんですか。そうですね、はい、うん、ライデンにとってもまあ1位2位3位の方に入っていればまあ、ファイナルはいけるかなっていうふうには多分選手も考えてると思いますね。いやこのままサクッと終わらされてしまうのか、許せないだろ中林。赤ウーピンが入った。というわけでウーピンが1枚減ったんですね。カンパーピンが入った白鳥、リャンソーがドラ。これはどうすればいいんでしょうか。リャンソー切りますか。リャンソー切るも全然あるとは思うんですが、ああ、うん、切りましたね。他の候補はあの赤馬切るも全然あったと思いますよ、厳密なんで。やっぱ本田さんの仕掛けが何点かどうかよりも、まあ、捌きに来てることも多いなと、まあ、順目が早いんでね、さすがにまだ脳天のこと多いだろうもあったと思うんですが、ええ、もう一個ね、リャンゾー切りやすかったのは、もし本田さんがリャンゾーポンって言った時に、はい、中林さんやりづらいでしょとかもあるんで、脳天のことが限りなく多かったら、まあ、そういうのも考えて切ってると思いますね。さあ表情が厳しくなっている中林です。この親番落とされたくない。チーソー切るかの間だと思います。9ピン切ってるんですけど、この5678はターツを作るには強いんで、あとはパーマン切るか。パーワンは今白鳥が切ったばかりの牌で、本田がロンと言ってない牌ですが、はい、ただめちゃマンズの上は2人切ってるんでそんなに悪くないだろうと、はい、じゃあ形がいいウッパソの部分を固定しようということですね。今チーソーを勝負しました。中林さんのうまさ強さって上がりに特化するのがめちゃくちゃ強い打ち手なんですよね、うん、どうやったら上がりが取れるかっていうのの、あのターツ作りっていうのにすごく長けてる選手だと思うんで、ここからはねほとんど間違えてるの見たことないですねってぐらい、まあ、自信を持って選択してるなって思います、うん、まだカレアンウーピン。そうですね、長引けば長引くほど、はい、あこれは3ピンになるかな、うん、本田がリャンウーピン待ちのテンパイ、白鳥が現在イーシャンテン、そこに対して中林がうわ引いた、いいとこ引きました。まだドラを使えて、もうこれでちょっとね、ウッパスが弱くなってるんで悩んでますね。パーソー側に3枚切れてるんですよ。三蔵を残してパーピン切り、さあ中林が追いつけるか。これもし親にリーチって言われたら、本田が道をあの撤退というか回っていく可能性もある。あります、はい、それがね、ライデンには全然できる位置にはいるんで、はい、パイレーツよりもライデンは上は嬉しいんですが、別に2着でも全然よくて、うん、っていうのができるのがね、ポイントがあるチームの、あのいいところですよね。うん、白鳥の手が止まっています。まあ、セットで落とせるところを探してますね。でウーマンローマンが本田さんにはいけるんですけど、通ってるんですが、まあ、打点的魅力もあるんで、うん、数層を考えてるとは思いますね。どこの両面を払うか、うん、数層になりました。両層を通してるところから、あの手出しが入ってないんで、まあ、ウーソも中筋で、小さいウーソも通ってるんで、まあ、そこを考えて打ちましたね。はい、あ中林さん三蔵ね、うん、あのもうちょっと本田さん天敗の可能性が増えてきたんで、ロンって言われない牌を、言われる牌を使える可能性がある牌を残していきましたね。うん、あとシンプルにローソーチーソー引いた時にイースピンの
受けの方がいいだろうと。うわこれですね。あ、リャンピンが危ない。リャンピンめちゃくちゃ危ない。リャンピン本田の論敗。いやこれね、3ピンは通ってるんですよ、はい、ただいいピンが通ってない、はい、じゃあどっちにするってなった時に広い方に取ると思うんですよね。リャンピン切りが広い。だってスーマンパーマ引いたら3色ですよ、はい、高め3色になりますよ。そうですね、いやこれはリャンピンかな。リャンピンになりそうだ。すごいね。危険度比較です。これはもう位相は EP はね、実際泣きが入ってない牌なんでね、はい、出し通ってる牌なんで3ピンも通ってるのも大きかったと思うんですが、この形からリャンピン切らないなんてことがあるんですね。これが補充してしまったらこの局が終わっちゃうっていうのも込みですね。もう本当に繊細ですね。上がりを取らせたら一級品という中林、もちろん上がるためには、はい、補充しないことも大事です。補充せずに進めないといけないわけですもんね。さあこれ上がりにつながるか。きた、いい位置だよ。追いついたよ、追いついたよ。ウーパー2巡目転敗ですよ。熱すぎる。2巡目転敗の本田を追い抜いていくか。ただ枚数はちょっと少ないですかね。でも2枚いるんじゃないですか。バニー5枚で赤ウソを、ね、本田さん持ってるだけですもんね。はい、5と8が1枚ずつ。ヤンピンは依然4か、はい、ただこのリーチを打ったことによって、はい、本田さんにトンゴを打たせるってこともできるようになりますからね。本田がテンパイを崩してくる。その前に一発積もったよ。これは強い。4000オールリーチ一発積もピーファーカの4000オール。本当に選択はあったと思うんですよね、まあ、1ピン3ピン通ってるとはいえ、はい、一発も苦しいっていう状況で、ただ完璧でしたね。これはドキドキが止まりません。いや素晴らしい上がりでしたね。